パチスロの歴史、伝説のメーカーパル工業、史上初の箱型スロットマシンパチスロパルサーの誕生から40年、その間度重なる規則の改定によってパチスロは1号機から2号機3号機と進化を続け、そして現在の6号機に至っています。そんな長い歴史の中で幾多のメーカーが現れては消えてゆきました。時は1985年、新風営法の施行による新体制への移行によってパチスロ1号機が誕生しました。この新たな時代の幕開けとともにパチスロ業界への新規参入を果たしたのが近代パチスロ発祥の地、大阪に本拠を置くパル工業です。記念すべきデビュー作である1号機ペガサスとその後継である1.5号機ニューペガサスは、吸い込み方式による強烈な連チャン性と激しい荒波で多くのファンを熱狂させ大ヒット。新参メーカーながらも一躍その名を全国に轟かせるとともに、ペガサスの名を連チャン機の代名詞として広く認知されます。ところがそのことが後々同社を誤った方向へと暴走させてしまうことになるのです。1988年、遊戯機に関する規則が改定され、パチスロは2号機体制へと移行。メダルを電子的に50枚まで貯留できるクレジット機能や、1回だけジャックゲームができるシングルボーナス、そしてシングルボーナスや子役の確率が特定の期間アップして相当量の出玉が獲得できる集中役など、さまざまな新機能が許可され、ゲームの幅は一気に拡大します。その一方でボーナスの抽選に関しては完全確率抽選方式の採用を義務付け、作為的に連チャンやハマりを生み出すことのできる吸い込み方式や周期抽選方式といったシステムは遊戯者に不公平であるとして一切禁止されてしまいます。殿下の宝刀である吸い込み方式を奪われてしまったパル工業、2号機時代は同社にとってはまさしく苦難の時代でした。2の1号機ペガサスラビットはボーナス比率を1対2として、レギュラー比率を上げることでボーナス合成確率を高め、さらにはフルーツ子役の集中役を搭載して変化に富んだ出玉の波を演出しようと設計されました。しかし当然のことながら吸い込み方式による荒波を再現することはできず、ペガサスの名に期待を抱いていたファンを大いに落胆させることとなります。そんな決定が社内でされたかは定かではありませんが、続く2の2号機はカーレースの最高峰をモチーフにした、その名もズバリ F1 へと大変身。ところがこの新規一点を図ってのイメチェン作戦は話題こそ集めたものの、商業的には見事に大こけ。2号機シーンにおけるパル工業の地位はさらに低下してしまうのでした。そして迎えた3号機の時代、やはりパル工業のマシンはペガサスの名を冠していないとといった声に押され、1990年、ペガサスエクサを、そして1992年にはペガサス412をリリース。要はありとあらゆるパチスロ機が不正改造によって爆裂連チャン機へと変貌させられた裏物全盛期。これら新生ペガサスたちも時流に乗って爆裂化し、不遇に終わった2号機時代の鬱憤を晴らすかのように暴れ回ります。さて4号機時代に入ると、トップバッターとしてペガサスワープ G と続編のペガサスワープをリリースしますが、ペガサスの名を冠しながらもシンボル絵柄の紺碧天馬は廃止。一体どういう意図があったのでしょうか。今となっては知る由もありませんが、いずれにしろそれ以降ペガサスの名を完全に封印されてしまいました。そして4号機の3作目となる C51SP を皮切りに、リリースされるマシンがことごとく爆裂化、チェリーが連続するとビッグの前兆という刺激的なゲーム性を搭載したビガーに一旦連チャンし始めると、怒涛のごとき勢いでバンバン出ることから、バンバンバージョンと名付けられたパワーボム、パワーゴリラ、キングアローなどが市場を席巻します。裏物の手を借りることで連チャン機メーカーとして名を馳せた黎明期の頃の輝きを取り戻したパル工業。
ところが1996年春、衝撃的なニュースが業界を震撼させます。一連の不正改造にメーカーが直接関与していたことが発覚。当局の摘発を受けたことでパル工業は会社を解散し、パチスロ業界から完全撤退してしまったのです。愚直なまでに連チャン性を追い求めたが、結果自らの手で自らを葬り去ることになってしまったパル工業。しかし数々の伝説を生んだペガサスの名はその後他メーカーの手によって伝承されていくのでした。パチスロの歴史、伝説のメーカーパル工業、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。